今年特に花粉症がきつい理由とその対処法を。先生こんにちは。最近リクエストがたくさん来ています。はい、ふうふうくんこんにちは。ありがたいですね。どんなリクエストですか？花粉症が辛いです。いい方法ありますか？今年の花粉症は例年よりひどい気がしています。ひどすぎるので薬を使ってもいいですか？など花粉症で悩まれている方のリクエストばっかりです。まだまだ花粉の時期なので辛いですよね。以前のこの動画で対処法など基本的なことはお話しているので、こちらをぜひ参考にしていただきたいんですけども、今日は今年の花粉症がなぜこんなにきついのか、そのあたりのことを解説していきたいなと思っています。そして改めて具体的な対処方法もお伝えしていこうと思っています。これを聞くと薬に頼らず乗り越えようと前向きに思いますよ。薬は頼りすぎない方がいいんですね。お願いします。はい、では今年の花粉症がきついという話をよく聞きますが、ズバリその理由はコロナだと考えています。え、花粉症とコロナどう関係があるんですか？コロナはここ3年間私たちに生きる世界に蔓延し、様々な症状を引き起こす原因となってましたよね。実はその症状は全てウイルスによって皮膚をこう固めていったこと、これによって発生しているんですよね。皮膚を固められたことで、あのいろんな症状が出てたんですか？先生どういうことですか？コロナは簡単に言うと、人間の皮膚をこう固める性質のあるウイルスで、わかりやすくね、こう例えて言うと、あの味覚障害。これなんかまさしくその通りで、ふうふうくんほら、一般的に味覚がわかりにくくなってる時って、どんな時ですか？風邪をひいて鼻が詰まってる時とか？そうです。その鼻詰まりっていうのは、嗅覚とか味覚を感じる部分の皮膚が風邪ウイルスに対抗して固まってしまう。そうするとその部分に血行不良が生まれて水分が停滞してしまうことで発生します。これと同じ原理でコロナウイルス自体が皮膚を固めるので味覚や嗅覚の部分を固めてしまう。そのことで鼻詰まりの時のように食べ物の味が分からなくなってしまうんですよね。なるほど、そういう仕組みだったんですね。で、これが花粉症とどう関係してるんですか？花粉っていうのはコロナと真逆。体の血液をうまく流す。体の血行を促進し、皮膚を柔らかくして、どんどんエネルギーを外に発散させようという性質があるんですよ。そもそも花粉症の症状は、冬に冷え固まった体の中で、溜まってしまったエネルギーを発散させるみたいな作用があるんですよね。そして春になって暖かくなり始めることで、この皮膚が柔らかくなった、そしてエネルギーが出ていこう。この時に発生するものなんですね。それがここ3年。感染でさらに皮膚が固まったり、抵抗するために皮膚をこう固めていってしまった。そのために体の中にエネルギーがもっと閉じ込められて症状がきつくなっているんだと思います。この現象は自然界を浄化する意味合いもあるかもしれないですね。その反動で今年の花粉っていうのはエネルギーに満ち溢れてるんだと思います。なので薬で症状を抑えると、せっかく柔らかくなって出ていこうとしているエネルギーも体の中でまた閉じ込めてしまうことが起きてしまうんですよね。いわばコロナの収束を意味している現象にさらに逆行する、そんなことが発生してしまうんです。自然のパワーすごい。しんどいかもしれませんが、しっかり花粉のエネルギーを借りて体の外に押し出し、そして出し切ってしまう。で、体を浄化、洗浄することっていうのも大切ですね。けれど、辛い症状の対処療法はやっぱり知りたい。そうですね。鼻水、目のかゆみ、涙、倦怠感、頭痛、皮膚のトラブルなどたくさんあると思います。ですけども、さっき話した通り、すべてはエネルギーの放出によるものなんで、炎症を起こしてるっていう現象ですよね。なので、冷やしたり、別の角度からもエネルギーを分散させること。それによって、一部分から出てしまっているこのエネルギーの一点突破、これを発散させることによって緩和することも可能になってきますよね。ほう、なるほど。で、まだ全身の皮膚が柔らかくなっていないから、鼻の穴とか目からエネルギーが出ていく。
で、その部分の出ていくのをこう緩和する、分散するように、顔とか体をマッサージしてあげて、皮膚呼吸とか汗でもエネルギーを出せるようにしていきましょう。お風呂でのマッサージとかストレッチ、外に出られる方はお散歩がおすすめですよね。あとは下半身がむくみやすくて血行が悪いとエネルギーの回りも悪くなります。水分を取りすぎないようにしていただいて、むくみのケアっていうのも心がけていきましょう。わかりました。これで浄化期間を乗り越えよう。まとめです。今年の花粉症はこの3年間の生産や浄化の意味があります。だからとても威力が強いかと思います。ですが薬に頼るとその働きに逆行することになってしまいます。少し辛いかもしれませんけど、花粉症の症状に身を任せること、対処方法としては冷やしたり体を柔らかくするマッサージやストレッチを取り入れてみましょう。むくみや冷え、血行不良も良くないので、そのあたりも改善してみてくださいね。ありがとうございました。一緒にケアしていきましょう。みんなニコニコ中学笑顔の処方箋。